ラトーヤ・ジャクソンはアメリカの女性歌手。ジャクソンファミリーの一員で弟の一人はマイケル・ジャクソン、妹はジャネット・ジャクソン。目立ったヒットはないが、その割に話題が多く個性の強いタイプとして見られることが多い。もともとは兄弟姉妹の中では地味な方であったはずだが、1990年代にはジャクソン家の問題児と言われ、 最近は、ラトーヤといえば派手な女性の代名詞の一つのようになっている。家族の暴露によって有名となり、父親の暴力をジャクソン家で最初に語ったのも、ラトーヤである。弟のマイケルは当初は否定していたものの、後に肯定しており、現在はむしろ、マイケルの話の方が有名。兄弟たちがジャクソン5を結成するなどで有名な、ジャクソン家の次女として生まれる。 1980年、本格的に歌手デビューする。数曲が R&B チャートトップ50に入った程度で、後述するような話題性に比べれば成功したとは言い,い、がたい。1987年、日本で本田美奈子とジョイントコンサートを行った。その模様はテレビ放送され、後に DVD 化されている。1989年には、 プレイボーイ氏でヌードを披露し800万部以上を売り上げたが、兄弟たちはパニックになり、兄ジャーメインは怒って説教し、弟マイケルはショックであたふたする騒ぎになった。同年9月5日、ジャック・ゴードンと結婚した。1993年にマイケルに性的虐待の疑惑が持ち上がった際、疑惑は事実だと言って家族から批判を浴びたが、1997年には、 若い。同年ジャックとも離婚。その後はマイケルがラトーヤの家を訪問する話も聞かれるようになった。1990年代後半は音楽活動を休止していた。暴力問題に関しては2003年にラトーヤはインタビューでジョセフが自らの暴力に関して謝罪したこと、そしてそれで許したことを述べた。現在はがほっそりとしており、肌の色も かなり白い。弟のマイケル同様用紙が通常の黒人とは違うため2005年の裁判の際にはジェ e レノが被告人を指し示せと言われてマイケルを指し示すつもり柄東屋を指し示しちゃったよと語った。2009年6月25日、マイケルの不法を母親から伝えられると兄弟姉妹の中でも真っ先にマイケル一家の元に駆けつけた。 本人もデジタルダウンロードでマイケルの追悼曲、ホームを2009年7月28日にリリースしている。ラトーヤには子供はいない。現在はロサンゼルス在住。ありがとうございます。